森林ドローン研究室の小林です。90S の 3.6.3 で赤色立体図を作ったところからもう一度やってみたいと思います。ここで OK を押すとまた始まるので、ね、ここではキャンセルを押します。 OK を押すともう一回30分計算し直します。今回は32分31秒でした。でキャンセルを押します。でまあ大きくしといて、これができた CS 立体図で 0.5 メートルメッシュなんで、まあ1対1で表示すると、まあこんな感じ。なかなか鮮明というか、綺麗というか、これ多分 JR の線か道路かなんですが、まあこれを、まずプロジェクト保存しますね。別のバージョンでやりたいので、これですね。クラッシュするので別のバージョンで QGIS プロジェクトまず保存します。このフロッピーマークですね、プロジェクトの保存で、ここで今作業しているのはデスクトップの下のオークワ CS マップ、これでオークワというプロジェクトで保存します。でこれはバツで閉じないで、ちっちゃく最小化だけしといて、別の QGIS、今私のところには入ってるのは、3.34.6 の LTR。3.34.6 の LTR で、はい。で、今、保存したプロジェクトを開きます。プロジェクト開くで、もう一回デスクトップの、オークワ CS マップの下のオークワ QGZ ですね。開く。そうすると、ここのカラーバーが真っ黒とか、この潰れてしまって、こうグラデーションがなくなるんですが、色合いはさっきと、同じまんまなので、このまま、そっと、保存します。で、プロジェクトの、インポートでエクスポート、地図を画像にエクスポートで、で、ここでレイヤーを選んで、元のデム、オークワのデムを選びます。で、鍵のマークをチェックしている、縦横比をロックして、ここの DPI 値なんですが、さっきのやつで試行錯誤して2320で、ちょうど良くなったので、ここを2320と入れてみます。そうすると、28178、22137。オリジナルが 28000×22000 なので、これがちょうど 0.5 メートルメッシュでほぼぴったりくる、解像度になります。で、ここで保存を押します。で、オークワ CS だっけ？オークワ。オークワ CS にしようかな。オークワ CS で一遍保存します。そうするとここにプログレスバーが伸びて、ここにオークワのビットマップができるはずなんです。ビットマップとワールドファイルですね、 BPW だったかな。もう頑張っとるね。なかなか時間かかりますね。ビットマップで、ビットマップができたら QGIS でそのビットマップを開いて CRS を66、これ富山県の場合なんで6675なんですが、これが6676になりますね。 JGD2011 測地系の平面直角
座標系の第8系で GeoTIFF で保存すると。なかなか来ませんねこれね。いい、こんなに時間かかったかな。頑張るね。本当に計算してんのかな。計算というか、なんというか、フォーマットの変換だけなんだけど、来た。BMP 来ましたね。ビットマップ。1.8GB。それから BPW がワールドファイルね。来ました。で、これで来たので、これも一度バズで消してしまって大丈夫ですけど、どうしよう。まあ、いや、バズで消そうか。ビットマップができたらこっちのもんだ。で、もう一度 3.34.6 を起動して、今のビットマップを開きます。ワンドライブの下のデスクトップの下の奥はのビットマップね、これね。これはビットマップ。で、ここで CRS、これ、CRS が今ここをね、4326のデフォルトになってるんで、これ、レイヤーの CRS をね、6676に設定かな。これでいいのかな。指定してもう一回全体を見ると、こうなりますね。で、4326で表示してるから、こう横にぐにゃんと潰れた形になるんですが、要はこれをそのままエクスポートして、名前を付けて保存で、GeoTIFF で、ここを、フォークは CS の、フォークは CS という名前で TIFF なんだけども、で、ここでコンマ49 ほぼコンマ5になってていいんで EPSG6676 で OK ね。これで、ほぼ 0.5 メートルメッシュの CS リッタイズのまんまで6676で保存と。で、これがオリジナルの、JGD2011 測地系平面直角座標系第8系の、0.5 メーターに限りなく近いメッシュの CS 立体図になります。同じ名前でできちゃうのかな。まあいいですよ。これ一遍ほんと消しますね。消して、また 3.34.6 を起動して、デスクトップ、ワンドライブの下か。あー、やだやだ。の、多くは CS ね、TIFF。とやると、ここ、右下が6676になりました。で、正しい、測地系と座標系、というふうね。で、これ、右クリックのプロパティで見ると、GeoTIFF で、ほぼ 0.5 メートルメッシュで、CRS が6676ですね。JGD2011 の第8系。OK。で、今度はこれを、測地座標系4326に変換して、後でカシミール 3D とかに渡すやつを作っておきます。で、これが、いきなりここで、エクスポートの時に EPSG 変えてもいいんだけど、なんかちょっと不安だから、ワープ一遍ここでかけますね。投影法。
ワープ。で、ここで、NN で OK なんで、これ、デムとかだったら、ここ、強一次内装、バイリニアとか使うんだけど、ここは CC、じゃない、NN で OK なんで、で、名前ですね、出力の名前。出力ファイルの名前はどこだ？出力ファイルの名前はどこで決めるんですか？嘘だ。あ、なんか変なの入っちゃった。もう、ペン閉じる。もう一回。ラスター。投影法でワープでしょ？で、CRS の出力先が EPSG4326。で、NN で OK で、あ、そっか。で、実行か。で、やると仮の、テンポラリーのレイヤーができます。ここに。新しく。出力っていうやつかな。これ全部の画素一個一個並べ替えるんで、このワープっていうのはね、非常に時間かかってるし、CPU も使うし、重たい作業なんですね、これが。動画ももう11分回したから、来た。で、再投影された。ベクタレイヤーって書いてあるけど、これ、翻訳間違ってますね。ラスタレイヤーだけどね。これラスタのマークでしょ？チェッカー